山崎さん、えー、今回は長渕剛さん僕好きなんんですよね長渕剛さんの、まあ、YouTube にアップロードしているあの自衛隊の前でやったライブがあるんですけどあれめっちゃ聞いてしようとしてました昔多分もしかしたら見たことあるかもしれないですけどあの自衛隊の前でこうやってるそのやつがあるんですよあれめっちゃよくて僕あれずっと聞いてみましたねうん。 まああとは長渕剛さん桜島僕鹿児島事務所なんですけどあんま,りまあでも今月の月末には一旦鹿児島の事務所に帰ろうかなとは思ってますけど、まあ、東京の仕事が結構ありますのでまあ、東京でやってますけどありがとうございます。であとこのラインアットはですねあのあんまり配信はないんですけど、えー、お手寄せ用に使ってますんでなんかわかんないことあれば気軽に聞いていただければなと思います。 とということで、今回は LINE、えー、アット登録ありがとうございました。